先生にケーキ食べてほしいの。というわけで今日も元気にしらくろチャンネルのお時間です。バトルガールハイスクー ル, せーのでやろう。せーの、バトルガールハイスクール。ハイスクールですよ、クラウドアイカーじゃなくてハイスクールですよ。ハイスクール、はい、はい、無事いほちゃんがリスマラを完了したので、はいはい、終わりました。でそしてさらにさらにメイドコスが来たので、メイド来ました。メイドメイドですよ、我ら、私たちの出番じゃないか、出番ですよ。というわけで、あれですね、いろはちゃんが初ライアーガチャ確定演出ください。そう、それでさ、あのさ、私がさリセマラとさあれで出たキャラを教えてもいい？いろはちゃん大丈夫、声まだダメなの。せっかくのさ可愛い声が出せなかったよ。いや、まあ、我らそんなに可愛い声のキャラじゃないんだよね、多分。残念ながら、残念ながら声低いから、たまにさちょっとテンション低い時の動画とかの声の低さもさあ、これいけないやつだって思いますよね。素で喋ってる時の声の低さ、本当だって何でしたっけ、若本さん褒められたからね。さっきめっちゃ似てたお前らシカシパの目がないとさ、これのつけないとダメだ。さっきすごい良かったよね、じゃんけんとかすごい良かったよね、不意に良かった。そう、評価いただいた。で ね、最初にリスマラで当たったのがね、はい、この子、くるみちゃん。はい、くるみちゃん、これはあれです、投票で一番人気のキャラですね。でね、うん、私がね、ずっとね、もうね、カードもなかったんだけど、ずっとなでなでしてたのが可愛い。この子はるかちゃん、はるかちゃんかわいいよね。はるかちゃんがね、最近ね、もうね、怒ってくれなくなってきたんだよね。あ、仲が出て超レベルみたいなみたいな感じさんに、そう、なんかね、ぷいってね、するのがすごいかわいいね、はるかちゃん。そう、天宮そらちゃん、その子もよく使う、ひるみちゃんね、かわいい。すごい後ろで密かにさあんこちゃん踊ってたみたいな。見た。可愛い。あんこちゃん。こういう細かいところの作りがさ可愛いよね。うん、ね、あの喋るときにさ顔がさ動くじゃん、目とか。そう、もうその表情が超可愛くて。目とかキラキラしちゃうからね。そう、毎度毎度キャプチャー撮っちゃうからね。見ましょう。あすのちゃん可愛いね。厳しいご指導お願いします。あすのちゃん、ね、お願いします。カエルちゃん。カエルちゃん。カエルちゃんも出てきてる。見ないの。ミミとミミ仲良くしてね。ミシェルちゃん、あんこちゃんも好き。あんこちゃんかわいい。ハンマー。まあ、でもいろはちゃんは今何も槍とハンマーだから、それ以外はですよね。できれば銃とかがいいじゃん。そう、銃が欲しい。銃かなり使いすぎるね。レンゲちゃん出たらいいね。これから共に修練に励みましょう。いろはちゃんはアスハちゃん。厳しいご指導お願いします。初。どうする、メイドで戦うんだよ、メイドで戦わせるとかさ。やばいね、見たい見たい。大丈夫先生、かわいい先生、犯罪っしょ、犯罪だよ、ほんと大丈夫、ほんとだよ。今私の教室みんなあれですからね、あの出てるやつはみんな体操服にしてるから。あ、そう、でもね、私もね結構ね体操服が大好きだから。そうそうそう、みんなねブルマと体操服でね、ちょっとスクミズでしょ、スクミズ、ブルマが体操服みたいになってますけどね。なんか遊びに行けるようになったら面白いですね、教室とかもね。いけるんですか、あんこに。知りませんけど。今ちょっと若本さん風に声がさすごかった。いけるんですか、そういうの、そういうのない、システムがどっかにあった気がするんだけど、ほら、いけたー。ちょっと待って、またあれでしょ、ひろはちゃんと私友達じゃない、友達じゃなくてもういっぱいになっちゃった。そうなんです、すぐいっぱいになっちゃうからね、ちょっと気づいたらいっぱいだからね。いけるんだ、知らなかった。みんな外初めて行くんだけど、だからもうしたらもうちょっとさあれだね、飾り付けとかできるように、ね、おもてなし的な ね、できるとかわいいかね、タウンみたいな感じ、うんうんうん、なんか若飾りとかね、ね。あー今お掃除中、お掃除中、かわいい。あー体操服着てる、結構揃ってるな、ね、結構揃ってる ね、あ、カエルちゃん、カエルちゃんこれカエルちゃんだね、初めて見る、まずまず見てんの、これあれ変えられるよ、ステーキ切り返しよう、フルマ、フルマでしょ、フルマ、かわいい、かわいい、かわ
そう、知らんこちゃんその服着てるんだ、かわいいですね、たまらん揃った、そうそう、こんな感じです。じゃあ行きましょう。はい、じゃあもうまず確定、確定とかあるの？なんか虹色になるらしいっすよ、あの最後のさ、輪っかが金色になると、まあ、星3以上だって。人数少な。あ、黄色になった、黄色になった。あ、虹色出たよ。ほら、虹色。確定です。出た。取れた。なんだろう。え、メイド来るっしょこれ。めっちゃはるかちゃん来る。大好きじゃん、はるかちゃん。大好きだね。だってめっちゃ少なかったもん、来た人数。もういいじゃん、いいじゃん。あ、違う、メイドじゃないけど、でも激レア、超激レア。本当だ、本当だ。しかも、ひなたちゃん、ひなたちゃんの超激レア来た。すごい。あれ、なんか、あれだったよ。今、ちょっと取り逃したんじゃないかみたいな。私も、私もそう思う。遅う、取り、遅うみたいな。いやあ、来た、よだれ出ちゃった。何があれだって、うん、確定演出取れましたよ。本当。うん。虹色だったでしょ。で、なった。さすが。確定演出女王。本当。ひなたちゃん嬉しい。ひなたちゃん超好きだから、私いつも使ってるよ。魔法使いもいないからいいんじゃないですか。本当だ。ね。うん。でそう、ひなたちゃんと、はいはい、はるかちゃんがスピアで、ね、そう、でもいつもそのスピアで行ってるの、その2人が可愛いって、うん、めちゃめちゃひなたちゃんのスピアって、名越さんのやつよね。そう、可愛いね。はるかちゃん、行きすぎっしょ。愛が止まらないね、愛が止まらないね。やばいね。よかったね、被って、体操服着てよかったけど。あ、新しい体操服着た。新しい体操服着てよかったじゃん。後で着替えさせて。着替えさせて、みんなで体操服しよう。うん、いやー、もうミードは出なかったけど、これはかなりいい。天童楓と申します、うん、そっよろしくお願いいたします。また来そうな気がする。来そうな気がする。来そうな気がしないんだけどさ、せっかくでもダウンロードしたから。あ、楓ちゃんじゃない、楓ちゃん、ほらここで虹色になったもん、さっき、ね、ここ虹色だったもん。いやー、よかったよ。そうだ、天童楓と申します。よろしくお願いいたします。ハイスクールガチャガチャ回でした。よかったね、った引くね。これいいよ、これいいっしょ。まあんまいないっしょ、まだ確定演出出た人は、ね、撮影で。あのね、あれだからね、その結構気になったんだけどさ、うん、バドガルって入れてるけどさ、バトガルだからね、うん、え、バドガーじゃないの。バトルだから言いにくいよね。バトカーみたいなね。バトカーガだよ、バトガクールでどうじゃないんだよ、バトガクール。あ、そっか、バトクールか、バトクール、バトクール、バトクールか、バトクール、バトクールは、バトクールね、うん、バトハイよりバトクルの方がいい。バトハイまあそんなのはどうでもいいんですけどね、はい、そんな話前もした気がした。なんかその話も前もしましたけどね、うん、今日はでもカットした気がする、うん、あ、そんとそんないかな。いろは編集長いから。あ、そっかそっか、すごい長かったですよ。リセマラ会がね、本当はね、結構25分ぐらいで、じゃあもう30分ぐらいあったから、30分ぐらい撮っててね、ちょっと頑張って20分ぐらいにしてた、うん、短くされてた。中二人が頑張って喋ってるのがね、のバッサーバッサーってカットされてはい、そんな感じでいろはちゃんにね、いつも頑張ってもらってます。大変ですね。はい、はい、じゃあ、あ、見て見て、今日のじゃがりこひどいんだよ、なんか見て、どうしてこうなんだ、教えて教えて。本当だよ、香味醤油、なんか新作がね、出てたから買ったんですよ。そう、でもね、私も買いに行ったの。新作で言ったら絶対中二さんこれ買ってるなと思って絶対買ってると思ったら違うのにしたもん。ニンニンが買ってると思って。でもこれ結構美味しかったね。美味しかった、まあ、サラダチーズには勝てないけど割と
そうそうそう、どんだけじゃがりこ食ってんだみたいな。だいたい1撮影1パックを開けてますね。1パック開けてるね。はい、そんなあれですよ、こうじゃがりこの蓋半分にして食べる、ね、の下手くそ編選手権優勝を狙える中二人の開けっぷり。開けっぷりすごくない？中二人さん、血液型は何型ですか？何型でしょうか？コメント欄にお待ちしてます。正解は次回。あ、いろはちゃんの血液型もね、私の血液型は一体分かりやすいと思うな。私結構当たんないと思うなって言ったら多分当たっちゃうかもしれないよ。あ、そう。まあそんな感じです。じゃあ、ツイッターやってます。あと白黒チャンネルやってます。ぜひ登録お願いします。 YouTube チャンネル登録、この辺の赤いボタン登録いただけますと我らの動画の更新通知がシュッと届きますので、ぜひ登録お願いします。じゃんけん。じゃあ、いろはちゃん、私か。いろはちゃんの虹色パワーを。虹色パワー、メイド、メイドじゃんけん。メイド出なかったけどね。メイド出なかったけど、みんなにメイド出るようにね。よし、決めてこう。せーの、白黒じゃんけん、最初はにゃん、じゃんけんぽい。そうです。なので、長期の人も知っていいことあるかもよ。じゃあまたね、お疲れ様でした。よかったね、いろはちゃん。虹色きたね。いや、初めて見た。うん、よかった。